ライブボードの社長を務めている桜井です。あの、本日はお忙しい中、ライブボード設立5周年記念ウェビナーにご参加をいただき誠にありがとうございます。2019年2月1日に設立されたライブボードは、日本で初めてのインプレッションベースの OH 広告の取引、ターゲットに合わせた柔軟な広告配信、モバイル ID ベースでの広告効果測定などを実現し、OH 業界の発展のために絶え間ない努力をしてまいりました。 本日はこの5年間を振り返りつつ、ゲストスピーカーをお迎えし、OH 広告の可能性について様々な視点でお伝えできればと思います。あの、少し2時間と長めですけども、楽しんでご清聴いただければと思います。第1部では、私から2023年の OH 市場、ライボードの軌跡、そして2024年の展望とお取り組みについてお話をさせていただきます。まず、OH 市場について。 OH の国際,国際団体である World Out of Home Organization のプレジデントであるトム・ゴダード氏は昨年の6月、OH メディアの2022年の売り上げがコロナ禍前の2019年の売り上げを超えて過去最高記録、そしてこれ以降も平均成長率は年間4%を見込むと発表しました。グローバルの OH 市場はコロナ禍からの完全復活を果たしました。 一方で、グローバルの全メディア広告費の中の OH 広告の比率はわずか5%と、5%シンドロームからは抜け出せないままでいます。それを打破するためには、業界の統合、クロスメディアメジャメント、テクノロジーなどが必要ということで、ライフボードも様々な国際会議に参加をさせていただきました。次に、2023年のグローバル OH 業界の動きから、3つほど象徴的なキーワードを挙げさせていただきます。まず、サステナビリティ。 他の産業にとどまらず、欧米では OH 企業のサステナビリティへの取り組みが日本よりはるかに進んでいる印象です。LED の省電力化、屋外サイネージの周囲への植林、他のメディアのとの電力消費量の資格、比較、サイネージでのサステナビリティへの取り組みの告知と、日々いろんなニュースを目にします。英国では OH の収益のうち40%以上は社会に還元されているとのレポートも出ています。 続いて、インパクトデジタル OH。欧米やアジア各国では、日本よりはるかに大きなサイズのサイネージの設置がますます進んだ一年でした。ラスベガスに新設された球場の大型サイネージは、SNS などを通じて多くの方が目にされたことと思います。サイネージの大型化は、日本も含めた世界的なトレンドです。そして、オムニチャンネル。特にデジタル広告とデジタル OH 広告が、 一つのプラットフォームを通じて一緒にプランニングされて、バイングされる世界の一般化が進んだ一年でした。まさに日本ではライブボードが先行して取り組んできた領域です。オムニチャネルにおいても、特にオーディエンスメジャーメント、精緻なインプレッション計測、そして効果検証の仕組みがますます重要になった一年でした。米国のレポートを見ても、プログラマティック OS、OH、が OS 市場の成長のキードライバーとして捉えられています。2023年、 全デジタル OS 広告のうち22.9%がプログラマティック取引によるものだと記載されています。日本はわずか数パーセントと、この大きな乖離があるので逆に伸びしろの大きい領域だということができるかと思います。日本に目を向けると2023年は広告費全体としては過去最高。デジタル OS 領域の成長は OS 市場を牽引しました。もう少し細かく見ていくと、 屋外広告はコロナ前を超えてて過去最高の売上ととなる見込みだと言われています交通広告も駅はエキサイネージの大幅な成長もあり年度で見るとコロナ前を超える勢いのようです一方でもともとパイが大きかった電車内は中ずれを中心に復調傾向にあるようですが最盛期と比べると50%程度で推移しているようですまた2023年はリテールメディアがバズワードとなった1年で 店舗内サイネージの設置が急速に普及をしましたが広告市場という観点では2024年以降の本格化が期待されている領域です。日本のプログラマティック OS、OH、領域においても3月に JR 東日本企画様がマストラム構想12月に東急エージェンシー様が T トラック構想と2社が続けて参入の発表をされました。プログラマティック OS、OH、市場の活躍を期待させるニュースだと捉えています。 クリエイティブ領域では8月に発表された電通広告賞で静岡市様の取り組みが最上位の賞である総合賞、そして OH 広告、ブランドエクスペリエンス、エリアアクティビティ、イノベーティブアプローチの4部門で最高賞を受賞しました。OH ならではの社会的や公共的視点からの顕著な取り組みが評価されたとのことでした。他にも OH ならではのインパクトクリエイティブで SNS で話題化されるような事例というのは 変わらず非常に目立った1年でしたライボードもあの広告会社様との取り組みで国内外で数多くの広告書をいただくことができました続いてライボードの5年間の軌跡を簡単に振り返らせていただきます冒頭日本で初めてインプレッションベースの OH 広告の取引を行ったと述べましたがライボードでは取り扱いをする広告媒体すべてにインプレッション 視認者数を付与しています付与するためのインプレッションはもともと日本になかった概念ですので国際基準を参考にしながら会社であるドコモと共にゼロからその計測手法を開発しましまたテレビやデジタルの世界には当たり前に存在するものが OH 業界にはなかったわけです。簡単に見えるかもしれませんがさまざまなコンタクトポイントにおけるインプレッション計測は極めて地道かつ重要な取り組みです。そして OH 取引の通貨であるメディアカレンシとなるーインプレッションというのがですね、OH 業界全体に普及すると、この市場はもっともっと大きく成長できるというふうに確信をしています。OH のインプレッションといっても、まだ業界標準指標が整備されていないので、右の図の下からサークレーション、OTS、OTC、VAC と4段階あるレベルが混在しているのが日本の OH 市場です。ライブボードは ワールドアウトボホームオーガニゼーションの定めた国際基準に基づいて最も厳しい信任率を加味した一番上の VSC を採用しています。欧米では一体家族のテレビ広告、一対一のデジタル広告に比べて一体不特定多数の大、OH、一広告は本当に見られているのかと広告主から厳しく問われてきたことから VSC という基準が生まれました。 ライボードネットワークは年々拡大を続けてすでに全国で5万名以上をカバーしています MAU マンスリーアクティブユーザーは3000万 MAU と大手デジタルプラットフォーム企業とも並ぶ規模になってきています特に関東においては Z 世代やビジネスパーソンなどへの強みも可視化できていて他のメディアでは補足しづらいターゲットにアプローチできるということでお声がけをいただくケースも増えていますもともとは屋外サイネージからスタートしましたが 今では駅、電車内、屋内、店舗内、タクシーなど生活動線上のコンタクトポイントを幅広くカバーしています。東京、大阪を中心に五大都市、そして全国へとネットワークを広げてまいりました。各媒体者様のご理解、ご支援があったからこそ短期間でここまでのカバレッジを達成することができているということもここで触れさせていただきます。 あの許諾ををいいいただいたたただだ媒体者様のロゴをアルファベット順に並べさせていただきまましし心より感謝申し上げますデマンドサイトプラットフォーム DSP を通じた広告取引も活発化しておりプラットフォームパートナーであるハイブスタック社を通じて海外から日本の OH 広告の DSP を通じた買い付けが可能となっていますメールベースでの取引と比べて圧倒的に便利な仕組みで売り上げを大きく伸ばしている領域です そしてライボードネットワークの広告枠をターゲットや天候などの状況に合わせて1時間単位でプログラマって配信できるということが圧倒的な強みとなっています。誰がいつどこにいるのかをどこもデータで導き効果的に広告配信をするデジタル広告のような仕組みを実現しました。こちらはジャパネット高田様の夏のエアコンのキャンペーン事例ですが購買意欲が高まる特定の気温以上の時のみ広告を配信するという取り組みになります。 こちらは味の素様と2年続けて取り組ませていただいた鍋,鍋キューブのキャンペーンです。一定の気温以下で鍋が食べ,たくなる食べたくなるというモーメントを捉えて広告配信を実施したものになります。柔軟な配信システムを持っているので、スポーツニュースなど旬なコンテンツと広告を連動させ,させてシームレスに配信するなどの取り組みも活発化しています。2024年は オリンピック・パラリンピックイヤーでもあるのでますますの盛り上がりが期待されていますさらにその広告効果をモバイル ID ベースで検証できるようになったことで統合プランニングにおいて OH を活用するそしてその幅をですね大きく広げることができましたつまりこれまで OH は渋谷などの大型サイネージで SNS でのバズを期待するなど活用方法が限定的でしたがトップ ミドル、ロートそれぞれのパネルで広告主の KPI に合わせて活用することを可能としました。今ご紹介させていただいたプランニング広告配信豪華検証そして分析改善とドコモデータでワンストップでデジタル OS、OH、の PDCA を回せる仕組みを5年間で構築したことがこれまでで最も大きな成果の一つでもありそれによって OS、OH、の価値を可視化することに貢献してまいりました。 数々の PDCA の蓄積の中でビジネスパーソンや Z 世代への強みもデータによって可視化することができました。加えて周辺効果としてアクティブシニアもライブボードとの相性が良いことも見えてきています。ターゲットリーチを獲得しつつブランディングなど健在層であるターゲット以外の人にも波及効果があるのがデジタル OH でありライブボードの価値の一つです。アクティブシニアについては不動産や金融、旅行など アクティブシニア向けの広告プロダクトもニーズが出てくるのではないかというふうに考えています。さらにドコモデータで生活者の平日,平日や休日、そして朝昼夜の家の外の行動ジャーニーを可視化できるようにもなりました。最大化したい KPI に合わせてどのジャーニーをどのコンタクトポイントで押さえれば広告効果が最大化するかをテレビやデジタルと足並みを揃えてプランニングや効果検証することを可能になりました。 テクノロジーによってライブ配信やインタラクティブ配信なども可能となり、広告表現に広がりを持たせることへのチャレンジも続けています。こちらは東京 FM 様の日産様の一社提供番組、アベレージでのインタラクティブ配信の事例となります。スマートフォンと屋外ビジョンを活用し、頑張って働く自分たちにエールを送る企画です。生活者が 屋外ビジョンで掲出されている QR コードをスマートフォンで読み取ってそこから応援メッセージを送るとそれらが全国にあるライブボードの屋外ビジョンにリアルタイムで掲出されるといった仕組みになります。こちらは東京舞台とした芸術祭東京ビエンナーレ2023のアートプロジェクトのプロモーションの一環として話すビル企画を実施しました。新宿長野屋ビルに移された。 窓や壁が顔のように出現しこちらからマイクで話しかけると長野やビルがその街の歴史などを語るといった仕組みになります。ライボードの取り組みは海外からも大きな注目を集めるようになりました。昨年6月ポルトガルで行われた World Out of Home Organization の国際会議10月に韓国で行われた a d ア a s i a 11月にインドネシアで行われた World Out of Home Organization の APAC 会議でもプレゼンテーションの機会をいただきました。そして我々は街のスペースをお借りしてビジネスをさせていただいているので、街や社会への貢献という視点も重視しています。これまでも数多くの団体様の社会貢献活動を支援させていただきました。ビジネス面の成長を見ると、ステークホルダーの皆様のご理解とご支援のおかげで、 2022年度は売上が約28億円広告日数が約300300 300社 DSP ディマンドサイドプラットフォーム経由でのビジネスの比率が20%というところまでまいりました2023年度も大きな成長が見込まれています特に広告日約300社のうち約100社は前年など,年などからの継続出向をいただいたということですので きちんとサービスをご理解いただいた上で、2回目、3回目のご出向をいただいたということになります。そして、昨年の年末、12月22日に、新たにハコード d イメディアパートナーズの出資を受け入れると発表させていただきました。それにより、オーディエンスメジャメントの業界標準化、そしてデジタル o h 市場の拡大と、そのスピードとスケールを大きく加速することが可能となりました。 設立から丸5年を迎え、ライブボードは次のステージに入りました。2024年の展望と取り組みについてです。<laughs> 2024年の世界の広告費は4.6%増加すると予想されています。その中でデジタル OH 広告はデジタル、デジタル広告の次にあたる大きな成長率が見込まれており、コロナ禍からの 人流の回復に加えて業界のたよまぬ努力により大きな成長軌道に乗っています。日本市場を見ても特にデジタル OS 市場は大きな成長を続けるというリリースもありますしその実感もございます。ただ OS 市場はテレビやデジタルなど他のメディアと比べてラグジュアリーブランド、コンテンツ配信、アルコール飲料など主要業種が偏っていてその業種の動向次第で市況は大きく変わります。 ライブボードとしては主要業種への貢献はもちろんのこと、データによって普段 OH を活用しない広告主様、業種をしっかりと開拓することでも市場の成長に寄与したいと考えています。インプレッション、つまりオーディエンスメジャーメントについても昨年4月、広告業協会様のリードで業界標準指標策定に向けての動きが始まりました。 2025年4月にはライボードが採用している VAC、つまり市認率を加味したインプレッションが業界標準として導入される予定です。ここにおいてもライボードはこれまでの経験をもとに大一業界への貢献を果たしていきたいというふうに考えています。ライボードネットワークの進化も続けます。鉄道系各社など、各社様など、各媒体者様との連携を引き続き強化をし、東京、大阪、 全国の主要都市を中心とするリーチの拡大は続けます2024年はこれまでの1.5倍の規模を目指しています自社で運用している屋内サイネージはより大型なものに進化をしていきますこれらの取り組みによって広告主様や広告会社様がよりプランニングしやすいメディアポートフォリオへの進化を続けてまいりますそして精緻なインプレッションをもとにライブボードでは リーチやフリクエンシーも参照できるようになったので、えー、広告主様や広告会社様に一起点でテレビやデジタルと比較検討してプランニングや効果検証していただく、それをデファクトスタンダード化していきたいと考えています。昨年9月からのビデオリサーチ様らとの取り組みは、あらゆる広告主様、広告会社様へご活用いただけるロジックをご提供できるようにとの営みの一つです。その成果は別途発表の場を持たせていただく予定です。 先ほど、ライボードは次のステージに入りますと宣言をさせていただきました。ライボードは設立,設立からの5年間、次世代の OH 広告の基盤を整えてまいりました。リーチ、そしてその先へと歌わせていただきましたが、真の価値の発揮はまさにこれから始まります。これまでデジタルやテレビと比較検討できるレベルのネットワークの構築に力を注いできましたが、 インプレッションやリーチやフリークエンシーの提供によって比較検討できるようになった先に、OH の独自価値、デジタルやテレビには果たせない価値を最低限する必要があると考えています。すでに広告主様、広告会社様と議論を進めていますが、それらが可視化できた暁には、6%といわれる日本の広告費の中の OH の比率を10%にすることが可能になると考えています。最後に、 ラビヨンド・ザ・グローバル・スタンダードライボードは欧米にキャッチアップするだけではなくグローバル・スタンダードを超えたサービスを生み,生み出し続けることで日本から世界を驚かせ続けたいと思います2024年も広告日様広告会社様媒体者様あらゆるステークホルダーと共に歩み OS 市場のさらなる盛り上げを加速していきたいと思います 私からは以上になります。ご清聴ありがとうございました。引き続き、周年ウェビナーをお楽しみください。